8番ミッドフィルダーの岩尾健です。パスにこだわっているので、パスを見てほしいです。水戸のイメージは、まあ、納豆っていうイメージがすごく強くて、自分納豆好きなんで、そこがちょっと気になってこの町に来ました。実際は向こう神奈川だったんですけど、神奈川で買うよりも安くて、僕個人的にはすごい嬉しいです。今年の目標は、勝ち点3を積み上げていけるように一試合一試合全力で頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。